お疲れさん、ミー前田彩奈です。毎週金曜、お昼12時からオンエアしているナンメガニは、いろんなアーティストが遊びに来てくれるんですが、時間の都合でオンエアしきれなかったゲストトークを、ここで一部公開いたします。生放送、またラジコのタイムフリーと合わせて、ぜひお楽しみください。 さあ、この時間はこの方にお越しいただきました。自己紹介をお願いします。はい、えジエンギのボーカルの山路講師です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山地さん、登場いただくのがおよそ9ヶ月ぶりということで。はい、元気でした。元気させていただきました。はい。おかげさまで。ね、おかげさまで、よかったです。いやいや、何もしてないんですけど。はい。ありがとうございます。あの、前回藤田さんと二人でね、お越しいただいたんですけど、今回はお一人で。 任されまして。<laughs> <laughs> 頑張ります。はい、はい、ね、あのいいですね、アロハで夏っぽいですね。あ、もう今日はもう、必ず暑いなと思って、うん、<laughs> もう一番夏っぽい格好で来ました。うん、おお、なるほどな。はい、そうなんですね。じゃあ、まずは、こう夏っぽい質問からね、してみたいなと思うんですけれども。はい、山地さんが夏になると、食べたくなるものって、何ですか。ええ、そですね。今この質問で思い出したんですけど、うん、あの、も、もろきゅみたいな、あるんです、なんか、あの屋台とかで、お祭りにこう、きゅうりに棒を刺して。 売ってるです。あれですね。はい、ああ、え、あのもろ味噌がかかってる方が好きなんですか？浅漬けの方ですか？あ、多分味噌がかかってる方が好きですね。なるほどねー。はい、美味しいですねー。そうですよねー。ーんなんかあれを食べながらお酒を飲むのが。あ。 お酒のあてにね。あ、そうです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 。あんなもん水ですから。水よりね、ほぼ水分ですもんね。あ、そうですそうですそうです。はい。結構あれですね。あのあっさりしたおつまみがじゃあ好きなんですかね。あ、でも一番欲しいのは食べるのがめんどくさくなってくるんですよね。途中で。うん。だからこう味なくなれへん棒みたいなのがあったらずっと噛んでますけどね。ええどういうこと？そうあの噛むのが疲れるんですか？なんかお腹いっぱいになっちゃうんですよね。あ。 割とすぐお腹いっぱいになる。あでもなれへんな。え？ちょっと待ってください。<laughs> でもなんかおつまみって言うと、うん、なんかガご飯を食べたいんですよ。あはいはい。だから食べるおつまみはなんかこう軽いものが実は好きなんですよ。<ー>さっぱりするやつが実は好きなんですよ、ね。はい、なるほどね。じゃあご飯はご飯。はい。お酒のあてはお酒のあてでこう自分の中では結構分けていると。 そうですねって,言って揚げ物あったら食べますけどね,ね <laughs> 全,部全部食べたいんですけど <laughs> とりあえず一通りは食べてみたいタイプですかです、ね、夏といえばみたいな、うん、夏といえばそういう水っぽいやつああそうかそうかはい、はい、ありがとうございますなるほどね暑いからね、はい 暑いですかね。うん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 。食欲もちょっと落ちがちですもんね。そうですね。そういう時にっていうことやね。そういう時にって言うとね。そうですね。まあ久しぶりに思い出しましたけど、あの食べ物のこと。普段食べないですもんね。なかなかちょお酒飲む機会も減りましたよね。きっと。もうもう二年ぐらい誰とも飲みに行ってないんじゃないですかね。やっぱそうですよね。はい、そうなんですよ。打ち上げとかもなかなかしにくいですしね。そうですね、ないですね。もう今ね。ね。はい、なんかそういう日がちょっと恋しくもね、なってきたりしますけれどもね。ね。もう。 居酒屋入った瞬間泣き崩れると思います嬉しすぎて体操やないやでもわからなくもないライブハウス久々に行った時私もわーってなりましたあそうですよねさあジエンギーと言うとですね7月7日にメジャーファーストフルアルバムオンウィークデイズがリリースになっていますおめでとうございますあちょっと意外なところでもあるんですけれどもジエンギーとしては今までこう EP って ミニアルバムの制作が多かったということで、フルアルバムの制作はこれ初めてになるんですかね？はい、あ、初めてですね。うんうん、はい。そうです。なんかそろそろ作ってみるみたいなこと言われて <laughs>、じゃあやってみましょうみたいな感じで作りました、ね、なるほど。うん、やっぱりこう曲数もね圧倒的に多いですけれども。そうですね。やっぱり普段結構ミニアルバムって言いながら八曲ぐらい入ったりするので、うん、やっぱりフルアルバムどうせ作るならもうめちゃくちゃ 多くないとなっていうボリュームないとねって話をしてました。なるほどね。はい、今回あの三つのインタールードと十二曲ね曲が入っています。配信シングルも三曲ね収録されているんですけれども、今までこう発表になっていたシングルも含めてこう一日の時間の流れをこのアルバムで表現しているということなんですが、はい、このアイデアというのはこう配信で曲を出したタイミングですでにあったんですかね。そうですね。一番最初に。 このアルバムの中でできたのがこの「ドライバー」っていうその曲なんですけど、うんうん、それを作った時にあのそういうテーマで次は作品を作ろうみたいな感じで決めてて。うんうん、で まあフルアルアバムでそれをやろうみたいな感じにななりましたねなるほどねそうかそうか「うん、ドライバー」はね昨年の2月に配信になってますけれどもじゃあアルバムについてねちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども一日のこう時間の流れこう始まりはんでしょう朝と夜のまだちょっとわからないぐらいの時間と思っていいですかあそううですねもうなんか一応、うん カーテン開けたみたいな感じの曲ですね「朝濡って」みたいなうんもう明るくはなっているはいそうですねなるほどなあそうか時間もこう結構具体的にイメージしながら作っていかれたんですかねもうそうですね全部もうこの曲が何時この曲が何時みたいな感じでバーって書いてあるんやじゃあこの「ラブイズグラビティが6時としたら最後の曲は何時になるんですかこれが朝時ぐらいですね なるほどねふふふふふんんんんん朝になればがちょうど一周するかなっていう感じやねそうですね朝5時ぐらいに帰ってきてでその朝6時ぐらいに目覚めてみたいな2人登場人物がいるんですけど2人がその1人が5時に帰ってきてもう1人が6時に起きてみたいななるほど違う目線やったんやそうですねで帰ってきた相手を見るみたいな感じの構成ですね なるほど、うん、じゃあちょうどこうお互いの生活スタイルが真逆にあるからちょっとすれ違ってしまうところがあるとそうですね、まあ、そのなんで5時に帰ってきたのかっていうのがその途中のところで後の方でこうどん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 出てくるみたいな感じの構成になってるんですけど、うん、あなるほどねちょっと私そこまで全然気づけてなかったですもう全然全然その僕がテーマを持って作る方が作りやすいのでそうしてるだけで、うん CD には一応なんか日本語の「詩」みたいなのを載せてて感じれる人はみたいな <laughs> 読んでみたい人は読んでみてねみたいなぐらいなんで全然全然いやでもそのか確かに添えられてる詩でこうイメージはすごく膨らませられましたあ,ありがとうございますどういう気持ちなんだろうかと「とね。はい、ラブイズグラビティはすごくこうリラックス感も感じられる心地いい曲ですね、はいはい、ありがとうございます、はい、こうなんだろうビートの感じというか こうちょっとやっぱりあのゴスペルっぽかったりとかこうソウルっていうところがあの曲によってすごく感じられるかなと思うんですけども、うんうん、あそうですねなんかその自分のやってる音楽どんな音楽ですかって聞かれた時にちょっといつも説明に困るんですよね。で一番何が嫌って言われたらこう ね、気合い入ってない、ね、<laughs> そうなんですよだからその歌うまいですねとか<ー>その別に、まあ嬉しいですし曲いいですね、うん、もう嬉しいですけど一番嬉しいのも気合入ってますねみたいなのがやっぱ一番嬉しいので、うん、そういうのを掘っていくとやっぱソウルとか、うん、そういうなんですかねどんな曲調でもこう魂込めてやってますみたいなのにこうい落ち着く感じがあって。なるほどそそれでうういうところの アプローチが増えたのかわかんない。です、ね、あ<ー>、そう,そうか、そうか。いや、なんかこう、あの人のぬくもりにもすごく通ずる音楽性なのかな、なんて思ったりしてあ。あ、ありがとうございます。うん、そうですね。この曲は結構、この。 アルバムの中ではかなりハッピーな方の曲なので、うん、そういう気持ちが出せてたらなっていう感じですね。うん、いやそう今回あのなんだろう,こうちょっと眠いまだまどろみたいみたいな溶け合う様みたいなのが、うん、すごいあの歌で表現されているのが、うん、すごいなと思いました。あ,ありがととうございます We dance とか特に 後半の方<あ>あの曖昧にやっぱり歌うっていうのは、はい、きっとそういうことなのかなと思ったんですけどあそうですね、うん、なんかねあのこの曲がその自分の中でのテーマ的には、うん、2>, こう2人いてで2人でこう愛し合ってるんですけどうん、うん、もう仕事に行かなきゃダメなんですよね「こうオン・ウィーク・デイズ」っていう「平日」っていうテーマなんで,なんでこう仕事に行かなあかん片方にしんどいって言いにくいなみたいな。うん うん、感じの気持ちがこう出されててなるほどなでそういうなんかこうもう,もうそっち行ってもんやったら私もう寝るけどみたいな感じとかうん、うん、<laughs> なんかそういうのがこうだるくなっていくのが表現してますねああ。 それってなんかこう素直に掘っていけばあのちゃんと好きっていう気持ちがあるのにちょっと表面上こう分かりにくくなってしまったりとかお互いになんかこう道に迷いそうですねお互いの気持ちが。そうなので,、ね、でここからこう仲悪い気に入っていくんですよ <laughs> <laughs> このアルバムの中では。すごいねあのドープに落とし込まれてる曲とかもありましたからね。めっちゃあの これどうなんのみたいな <laughs> 中盤のゾーンとかは本当にそういう感じがすごくあの漂っていてアルバムの聴かせ方としてもこう新鮮やなと思ったんですよこうどんどんこう盛り上げていくでもなくなんやったらちょっとこう盛り下がっていくというあのテンションってすごい挑戦かなと私は思ったんですけどあななそうかかかもわんんいですねなんか気持ちの落ち込みみたいなのを多分表現してるんですよね。 なんでやっぱこう暗いものが多くなっていったりとかうん、うん、そういうのがこう増えていく感じはありますね。なるほどね、うん、もうクラックとか本当にどうなっちゃうんだろうと思いました。あこの曲はねうもうめちゃくちゃやったろうと思ってめちゃくちゃやったろうと思って作ったたらめちゃくちゃゃくししましたね、うん、<laughs> それはあのどういう方向性でめちゃくちゃっていうふうに山地さんは感じたんですかねあそううですねやっぱりこう 音楽作る時にやっぱこう理屈っぽいんで積み上げていっちゃうんですよ、うん、こうしてこうしてみたいな。でもなんかやりすぎるって重要やなってなんか最近思ってて。うん、なんか やりすぎるるととがちょっと困るじゃないですもでもかっこいいから「やりすぎちゃえ!」みたいな部分を出したくて、うん、それでこの「クラック」っていうのはその「クラッククラッククラック」っていうリフが、はい、フレーズがどんどん回っていくやつなんですけど、はい、それももうすごいいっぱいこういろんな効果をつけてバーってなるようにしたりとかうん、うん、っていうのでこうやりりすぎてて前っていう感じで作りましたねうん、うん、そのあの他の曲とのだからバランスとかよりもこの曲1曲でもうや,やりきっちゃおうっていうようなそういう感じだったんですかあもうそう そこでこれが結構もうイライラがピークみたいな曲でバーってなってうん、うん、その次でこう落とされるっていう感じの構成になってますね、うん、そうですねちょっと歓声がこうウォークアウェイでは聞こえてきたりしますもんね。ああそうですね、うん、こうなんか寝ながら一日を思い返してる感じなんですよね、うん、このウォークアウェイっていうのが。なるほど寝ながら一日を思い返す,かすこの「クラック」っていうのがその喧嘩して出て行っちゃった人の歌なんですよ。は<ー>で その,その喧嘩して待たされてる側の「ウォークアウェイ」っていう歌で<ー>もうイライラして寝れなかったんですよずっとでやっとうとうとしてイライラして寝れそうやから今日出ていくんやったら出ていきやみたいな私もう寝るからみたいなっていう歌ですねへえなるほどこの「クラックとウォークアウェイ」にそんなストーリーがあったんですね、はい、そうですねなんで結構セットの曲があったりして自分の中では。 次は確かにいつもこうあのこれとこれがこう対になってたりっていう世界観あ,あの、ね、大事にされてますもんね。そうですね。うん、なんか同じアルバムに入るならなんで入るんやろうとか考えちゃうんですよね。理屈っぽいんで<ー>で考えた時に同じストーリーがあってっていうのが自分ではやりやすくて。うんうん、それをもうあらかじめこういうストーリーでと思って曲を書いたんじゃなくてあ。 これとこれが繋がるなって、後から気がつくんですか。あ,あ、そのことの方が多いですね。<お>なんか自分の言いたいことを書く曲より、そのお話を作る方が多いので。この人は何をしてはるんやろうとか、うん、な、この人なんで出て行ったんやろうなとか、思っていくうちに、あ、こうなるんかな、最後みたいなのが出てきます、ねうん。その、あのすれ違う様というのは、山地さんの中で、こう、ないつか描きたいなと思っていた。なんでしょう、ストーリーだったんですか。うん ああでも多分すれ違いの曲が結構多くて、うん、なんか僕の中で前のミニアルバムも結構すれ違いをテーマにしててやっぱがっちり会う時よりすれ違ってる時の方がドラマを感じるんですよねなんでそういうのをよく作っちゃいますねああでもなんかそれ言われたら確かにそうかもと思いますすれ違えばすれ違うほど相手のこと考えますもんね。ああそうでですね、うんはいで テンション上がってきてで応たらテンション上がるじゃないですかうん、うん、ですれまたすれ違いってることに気づかずにそのまますれ違っちゃうみたいなああなるほどねの繰り返しているっていうのがテーパなんです、ね、はあ<ー>、うん、そういうふうに日々人間関係で感じることがあるんですかあそうですねなんか例えばこうイラってすることがあっても、うん、なんでこいつって思ってもあ多分向こうもなんでこいつって思ってんよなみたいな <laughs> そやねはいなんかこっちだけが思ってることってないよなとか思っていいや本当 そうですね。そうなんですよね。だそこで一回話さなきゃみたいなのが前回のテーマで、<laughs> うんうん、でそこでこう話しながらもでも生活が忙しいんで平日って忙しいながらも毎日気持ちを整えながら明日に向かっていくっていうのが今回のテーマです、ね。なるほどね。<分>うん、あでもそう言われたら本当そうですね。こう。 時間をちゃんと作りたくってもやっぱりなかなか作れないっていうのが物理的にやっぱ平日は起こりえるし、ね、起こりやすすいですもんねそれで気持ちがコースで違っていっちゃうというのはね、うん、ありますよね一緒に暮らしててもそれはあるもんねありますね。うん、ねあの曲についてねもうちょっと聞きたいんですけど「ファニーゴースト s t、はい、もうこれがもうめちゃめちゃなんだろうちょっと湿り気のある切ないダンスナンバーになっててありがとうございます。 めっちゃ好きでしたありがとうございますいやもうすっごい最高の2番ああしいです何 <laughs> <え>でしょうこれ完全にこうなんだろうオンになった2番った番て感じの書き方ですかそうですねあの2番はこの曲がそもそもあれなんですよねこう仕事行ってどんどんいろいろ言われるじゃないですか周りの人たちに、うん、でそれで気持ちがこう逆立ってきてる時の歌なんですよ、うん <laughs> でこう2番なんかはもう,こう立たされてる感じですよねこ,うなんかこの人がこうバーっていってるとこに立たされて「ど、うんなことしてんねみたいな。 でも疲れ切ってきてるっていう状況なん。です、ね、なるほどね。はい、いや、でも歌詞も確かにこう何も見えないし、聞こえないし、感じないっていう。そうですね。そういう様がね、表現されている。でもこう音がう絶妙にこう<ー>気持ちがいいというね。ありがとうございます。うん、これも結構こだわって。やりましたね。ね、うん、こう生きた心地がしないことをこうファニーゴーストというタイトルにされたんですかね。あ、そうですね。なんかこう生きた心地がしなくて、うん、こうもう死んだような目で。 暮らしてるのにでもこう社会でやっぱり生きてるので愛想笑いはしてるみたいなああ、なるほどヘラヘラってやってるけどでもそれも誰も見てないんですよね正直うん。俺結構頑張ってると思うんだけどなみたいな風になってる切ない中でで大切な人を思い出して早く会いたいねんなって思ってる歌ですねいや最高ですねなるほどね はい、なんかこうあの書かれてる歌詞がすごくこう切なかったりしても、やっぱりこうサウンドですごくわっと心をつかまれるところもやっぱりあって、レイミーダウンとかもそうだったんですけど、これはすごくこう、うん、ソウルフルな曲になってます。はい。はい、うん、そうですね。この曲がそのあの途中でその喧嘩をして出て行っちゃった人が帰ってくる歌なんですけど。 もうベロベロになってしまって、うん、もう張ってでも今日は家に帰るっていうところでやっとこうあ俺が悪かったんやみたいになってあなるほどこう分かり合える兆しが見えるからやっぱりこうちょっとぬくもりに溢れてるんですかねそうですねなんかその酔っ払った方経験あるかもわかんないですけどただ自分がお酒飲みすぎて家帰ってるだけなのにすごい大冒険をしてる気持ちになる時あるんですよなんかすごい道のりを旅してる気持ちに。 なるやるんですよ。はい,はい、はい。うらみたいな感じで、ねいやあの。自分自身はあんまりこう、経験ないような気もするけど、いや、でも、わかります。はい、その気持ち。なんか、まあ、最近ね、少なくなりましたけど、うん、朝とか周辺にいたじゃないですか。駅の周辺に。はい、駅までたどり着けないやつたちが。なんか、そういう気持ちですね。<laughs> でも、帰りたいみたいな。あそうなんや。はい。 面白いですねなんかその話聞いてから曲改めて聞いてもらいたいですねああ、りがとうございます,す、ね、<laughs> 大冒険ね大冒険ですもんこの死にそうになってまあ自分が悪いんですけどた飲みすぎただけなんで <laughs> なんかエモくなってこう張ってるとこですねあそうか、うん、そうかで最後はの日本語詞で終わるということになるんですが、はいうん、この朝になれば、うん、これはなんだろうシンセ打ち込みも使ってらっしゃるんですかねそうですねこれが アイパッドで作ったほぼ作った曲<ー>でその2年前ぐらいですかね日本語に 挑戦しようみたいな時があって、うん、その時に作ってた曲やったんですよ、うん、大本は。でテーマも「今回にぴったりじゃない」っつって入れてみたんですけどもう音に関してほほとんどどでで、ね、なるほどねね、うん、面白いです、ね、これやっぱりじゃあ,あの今回あのアルバム全体にもちろん言えることだと思うんですけどこうちゃんと生の音を感じるところとこうあのデジタルな打ち込みの要素のところとやっぱりこう。うん 再現すするのすごく楽あそ,そうですね,あそうですね難しいですね、うん、まあ楽しいんですけどそのやっぱ一応気をつけたのがライブでやった時にテンションが上がるように作ろうみたいなのはやっぱり気をつけてたところで<ー>そのこれライブでできないよっていうやつでもアレンジしてやっちゃえばどうせテンション上がるやろねみたいな作り方でやっていくみたいなのは気をつけますな、ね、なるほどど、はい、それはこうどんなに難しかったり ね、ちょっとこう暗い曲でもそうですか。そうですね。やっぱりこう熱量を持ってやるっていうのがやっぱりこう我々にとって大事なので、うん、そこ熱量が出せる曲っていう感じですね。やっぱりね。うん、なるほどね。うん、熱量がありながらも空気もなんかこう孕みながら歌ってらっしゃる<ー>山地さんのボーカルはいやすごいなと思います。ああありがとうございます、ね。うん、久しぶりに歌を。 うまく歌いたいなって思いました。<laughs> <laughs> 今回の作品でですか？あ、そうですね。うん、その歌える場所がないんですよね。家の中にずっとこのもう自粛期間に作ったので、はい、歌える場所がないんで、うん、ほぼ練習なしで歌い入れみたいなことも結構あるのでそう,かそうです。そうです。そうです。本気で歌えたのはこの時だけみたいな。 はあ、じゃあ今までためにためたパワーがこう曲に落とし込まれたっていう、はい、多分そうですねあの2曲目の「WeDance」っていうやつの最後でなんかこう歌をこうバーって急に大きい声出すんですけど、うん、僕、うん、そこを声出るって知らなかったんですよ。そ <laughs> その高さ声出なないと思ってたんんでですすけど <laughs> そうなんですねでレコーディングの時にうわテンション上がって、うん、うわーっ言ったら意外と声が出て「あ出んねや」みたいな。<laughs> で採用みたいなた曲ですね。そ,かそんなんありましたね。あじゃあもうこのコロナ禍ということもあって、こう思い出深いレコーディングにもなりましたかね。あ,あもうそうですね。うん、今しかやらないなっていう方法も結構いっぱいやったんで。うん はい、うん、そういうのはいっぱいありましたねなるほどねぜひ皆さんたっぷり聞いていただきたいです現在発売中ですメジャーファーストフルアルバムオンウィークデイズさあ今後の予定としてはですねまず明日ですね震災、えー、橋ミュージッククラブジャニスでワンマンライブウェルカムバックエビバディ 開催ですえー、また8月1日日曜日は大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバル2021に出演ですえー、そしてこのオンウィークデイズのリリースツアーとして大阪公演が決定していまして9月11日土曜日梅田クラブクアトロとなります 他にもね、京都のライブハウスなのでの、ライブも決まってますので、SNS 公式ホームページをチェックしてください。はい、自演技として、こうどんどんライブハウスの規模も大きくなっていってると思いますけれども。はい、いかがですか、手応えはありますか。そうですね、もう緊張しないように頑張りますょう。ライブでですか。そうですね、もういつもお客様に助けていただくバンドなので、うん、もうご機嫌を伺いながら。 緊張しないので頑張ります。いや、あのお客さんがすっごい前のめりですもんね。<laughs> 演技のお客さんって。あ、そうですね。温かい人めちゃくちゃ多いと思いますね。僕らのお客さん。うん、なんか歌う前に喉エーなったんですよ。そのイントロがなって。うん なんか喉えなったんですよ。A ってどういうこと?。みたいな。喉えなったんで、イントロなっての止めて、ちょっとごめん、ちょっと待ってっつって、お水飲んで始めたんですけど、誰も怒ってなかった。いや、もちろんじゃないですかそんな。怒られんかった。結構ドキドキしてやったんですけど。そっか、あ、そういう時、ドキドキしたりするもんなんです。あ、します。やっぱこれ、A なったら、そのやっぱり、でも A なって歌う方があるじゃない。うん、うん、いややもんね。あ、そうです。そうです。最高のやっぱりパフォーマンスで、いきたいですもん。そうです。そのけ。 結構、雰囲気あるタイプの曲やったんでシャーンって怒られるかなと思ったら怒られなかったんで優しい人多いなみたいなインスタライブとかしてもそうなんですよね、ここは優しい人が多いって結構みんな言ってくれててそういう方に囲まれて幸せですねやっぱりこう演技の人柄もあるだろうし音楽性もあるのかなとそこは感じますけどね。ままりですすす楽しみあがとうござい さあということでそろそろお別れの時間なんですがリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、えー、いつもお世話になっておりますジエンギーの山地です。えー、今年は、えー、ちょこちょこライブもやりながら曲をねたくさん出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。この時間はジエンギーから山地宏子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。